冬季五輪の開催国、数字は開催年。緑色の国は1回開催された、もしくは1回開催が決定している国。青色の国は過去に2回以上開催された国は開催都市で、黒色は1回、オレンジ色は2回開催された都市。冬季オリンピックは近代オリンピックの一種で4年に一度冬季に行われる総合スポーツ大会。日本語での正式名称は オリンピック冬季競技大会、1924年に開催された第1回大会の1924年、シャモニー・モンブランオリンピックから1992年に開催された第16回大会の1992年、アルベールビルオリンピックまでは、夏季オリンピックと同じ年に開催していたが、1994年、リレハンメルオリンピック以降、夏季オリンピック開催年の中間となる年に、 開催されるように改正された。したがって、リレハンメルオリンピックは、例外的に全大会の2年後に行われた、唯一の大会である。主な競技は、スキー、スケート等、冬季にしかできない競技である。なお、冬季オリンピックの開催に先駆けて、1908年ドンドンオリンピックには、フィギュアスケート、1920年、アントワープオリンピックには、アイスホッケーが、 夏季オリンピックで実施されている。第16回までは夏季オリンピックと同年開催。第17回から夏季オリンピックの中間年に開催されるようになった。なお1940年と1944年は第2次世界大戦のため取り留めとなったが夏季五輪と違い開催された大会のみを開示としてカウントする。2020年現在。 南半球での開催は一度も行われていない。オリンピック冬季大会競技団体連合に国際競技連盟が加盟しているスポーツ本来なら第18回大会だが1940年1944年は第二次世界大戦の影響により中止。出展ファクッチとザ・ゲームス・オブ・ザ・オリンピド・オクトバー2013出展デベロップメント・オブ・ウィメンズ・パーティシペーション・イン・ザ・ゲームズ オブオリンピアーズ第二次世界大戦で中止。1970年の第69回 IOC 総会でデンバーに決定したが、地元住民の反対運動が発生し開催返上。1973年2月にインスブルックへ変更された。IOC のサイトでは77。しかし、78という情報もある。パート1アーカイブド2014年に1月3日。アットザ・ウェイ・バック・マシン。 パート2アーカイブド2014年1月18日、アットザウェイバックマシン。パート3アーカイブド2014年1月18日、アットザウェイバックマシン。ソチ2014カナディアンオリンピックカバレージ。ありがとうございます。